よいたのニュースチャンネルです。地方紙などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。もし気に入っていただけましたらグッドボタンですとかチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。はい、これよりもこの神社仏閣に関する話題皆さんと共有してきましたけど、この宮崎にあります天岩戸神社です。こちらもちょっと面白いとちょっとおかしいが興味深い記事が出ていましたので、関連サイト、こちらの天岩戸神社公式サイトと合わせて紹介していきたいと思います。はい、まず記事はこちら宮崎日日新聞からです。神社創建以来初、天の岩戸にしめ縄、絶壁中腹プロ登山家作業というですね、記事になります。天照大御神を祀る高千穂町岩戸の天の岩戸神社は18日創建以来の期間だった御神体の天の岩戸に初めてしめ縄を張ったということですね。はい、天の岩戸は人を寄せ付けない断崖絶壁にあり、プロの登山家チーム作業にあたり氏子らが、天の岩戸川の対岸から歴史的瞬間を見守った。神話の舞台となった天の岩戸は天照大御神が姿を隠した洞窟で世界に光が戻った後に再び隠れてしまわないよう結界としてしめ縄が張られたとされる。だが現在はしめ縄はなく高さ約120メートルの切り立った崖の中腹にあることから近づくことすら難しかった。同日は日本人で初めて世界8000メートル高全14座の登頂を果たした竹内宏隆さん、らを中心とする登山家5人が現場を担当。ロープで下り約30分かけて洞窟の入り口に高さ20メートルのしめ縄を張った。対岸での陽拝殿では神事が行われ、無事から約30人が固唾を飲んで見守った。佐藤宮司は新年がこの中から見てらし明るさを取り戻す年となってほしいと祈りを込めていた。天の岩戸は神社の、神職の境内から神職の案内で陽拝殿から参拝できるというこんな感じですね。ちょっと明らかにこの奥が洞窟ということで、この断崖、おそらくこの断崖絶壁を挟んで洞窟になっているのかな。でその頃断崖絶壁にこんな感じで貼られたという、こうやって写真で見ると小さく見ますけど結構かなりだから、これで高さ、そうですか、ですね、これですか、と見ますとここのところで約20メートルのこう崖がこうおそらく両脇にあって、その間をこんな感じでしめ縄を張ったのじゃないかなというふうに思います。やっぱりすごい作業ですね。はい、でこちらの岩戸神社の公式でこんな感じでありまして、こちらですね、このどの辺りに貼ったのかというのがちょっと先ほどの声分かりませんけれども、さてもうちょっと詳しい写真があればというふうには思います。でですね、こちら今回のこの、このこういう神事というかそれに関しまして、これですね、いろいろちょっと面白い試みをやっておりまして、まずこちら見てみましょうか。天の岩戸しめ縄張り神事の概要についてお知らせですというところがありまして、つまり先ほどの記事でありました通り、今回こういう感じで、しめ縄を張った後で、こういう感じの張り替えの神事を行うということみたいです。そうなんですね。はい。だからこの中ですから、ちょっと人が集まってというわけにはいかないかもしれませんけれども、こういうことを行いますよということで、宣伝しています。もう一つはですね、こちらが、今回の、しめ縄のしめ縄張りなんですが、とりあえず今のところ単発の行事になっていますので、それはおそらく来年以降も行いたいということみたい で、こちらですね、天の岩戸しめ縄神事のお祭りを、お祭りの形を作り、後世に残していくためクラウドファンディングを使わせていただきますということで、やっぱり、プロのクライマーの方に依頼をして、ただで依頼をするというわけには、当然それに報酬を払う力でしょうし、やっぱ足場ですとか、しめ縄さんもやっぱりお金がかかると思います。そのですね、今後来年、毎年行っていくという計画があります。その原資としてクラウドファンディングを、利用して行うみたいです。でこちらキャンプファイヤー、これまでの紹介しましたキャンプファイヤーというクラウドファンディングをいろいろ特集しているサイトがありまして、そちらにこれですね、天の岩戸神社しめ縄張り神事伝統行事を後世に残したいということで、こんな感じで目標500万円に出して現在100,000、目標が500万円に出して116万8833円集まっています。こんな感じですね。ですから大体500万円あればどうなんでしょう、500万円で1回とちょっと思いづらいので、500万円プラス、何かしらの原資を集めて、それを元手に、運用というか、利息というかそういうので今後やっていくのかなという感じなんですが、500万円で1年で500万円って多い気がしますし、ただ500万円で毎年やるというのはちょっと少ない気がしますし、ちょっとそのあたり、どうなんでしょうかという感じですね。こんな感じです。もちろんこんな感じですね、クラウドファンディングですね、これなりに、ちょっとリターンそれなりに用意してありますので、こちらですね、こういう感じで、これですね、先ほどの時代こんなから、これはすごい
確かに絶壁ですね。これはちょっとプロの方でないと難しいかなとは思います。こんな感じです。そうですね。ですからどうなんでしょうかね。まあこういう感じで、まあ、今回のことありまして、500万円、ちょっと下の方に行きますと、まあこんな感じでありますね。でこんな感じで信じて行いますよということなんですが、これですか。そうですね、目標金額として500万円ということがありますので、ただ原資としてだとは思うんですが、ただ原資としてはちょっと少ないかなという気もしますし、ただ1年間毎年500万円集めてやるというのはちょっと多いような気もするんですけど、そのぐらいなのかな、かかってしまうのか、プロに頼んで締め縄作ってそのようにかかってしまうのかもしれませんけれども、ちょっとまだはっきりしませんけど、とりあえずこんな感じでクラウドファンディングを行っています。なかなかこういう感じでリターンも充実してます。この中でこのご身長、なかなかかっこいいご身長ですよね。こういう感じでちょっとこれ持ってみたいなって気もしますよ。まあ、5000円の努力でこんな感じでご身長がもらえるということですが、こんな感じですね。あとは1万円ですが、こういう感じで少々、まあ、1万円だとこの名前が出ますよとか、そういう感じですね。あ、10万円ですか、それで1万円で名前が出ますよって感じですね。こんな感じで5万円出しますと、コマの特製のこう締め縄がもらえますよという、まあ、こういう感じで、まあ、10万円だと元を取らないんですが、こういう感じになっています。なかなかこれリターンを充実してほしい。ただ、ちょっと500万円に対しまして、スタートが116万円、ちょっとスタートを鈍いかなと、もうちょっとアピールしてもいいんじゃないかなというふうに思いますけど、どうなんでしょう、関係者の方はもう少しちょっとアピールしてみてはどうかなというふうに思います。はい、こちらの、宮崎新聞の記事とですね、こちらの、高千穂神社のサイトですが、概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はクリックして読んでいただいて、もし、講座されましたら、こちらのクラウドファンディング、協力してみてはいかがでしょうか。はい、では今後もこうした形で、聴者などに掲載された良いニュースや楽しい話題、皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。